本当皮を剥くと生臭さがなくなるんですけど、今日は生臭さがあってもいいというので一口で切ってきました。はい、火をつけます。はい、いいね。ぐじぐじいいできましたね。これで、玉ねぎを加えます。さあ、トラゲの色が少し変わってきたので、これドライトマトを作ります。ドライトマトとってよかったですね。ここにカリフラワー入れます。はい、ここに塩だらを入れます。そしてこの水を加えます。これで10分ぐらい煮込みます。
スープの、塩味だいぶ効いてたから少しでいいですね。少し入れて、これで完成ですね。さあ、ビールワインの盛り付けです。